どうも皆さんこんにちは、川島貴博です。いつもご視聴ありがとうございます。今回なんですけども、冬に入る前に1週間コーデもう一回やっていこうということで、初冬の1週間コーデやっていきたいというふうに思います。今回のテーマはですね、なるべく僕が自分で作った洋服使わないっていう、なるべく、7日間あるので1日くらいはやっちゃうと思うんですけど、なるべく使わないでやっていきたいと思います。最近ねサイレントで秋冬物買いまくってるので、そういったものとかご紹介できたりとか、あとこう紹介しづらいなみたいな、なんかもうなくなっちゃってるしとか、あとは価格帯的にも結構高いしみたいなものもありますので、そういったものを交えていければっていうふうに思います。っていう感じで1日目なんですけど、今日はね天気割といいので、暖かいかなと思ったんですけど、全然そんなことなく普通にダウン着そうになりました。なんですけどこんな感じですね。本当2000年代ファッションみたいな感じで出ております。上がこのセントマイケルとベルベル人の別注だかコラボのジージャン、これはやばいですよね。こんな感じでボロボロで、これ生地もすごくて、なおかつこうダメージだったりとか汚しの加工、ペンキの加工とか、もうなんだろうね、パフェみたいな、いちご乗ってて生クリーム乗っててみかん乗ってるみたいな、そんなデニムジャケットですね。結構ね肩幅とかが落ちるくらいの長さになってるけど、袖丈のところが短いみたいな、結構面白い作りになっております。でインナーに使ってるのはこんな感じでバックスバニーの古着のスウェット、そろそろねロンティーとか半袖 T シャツだとジージャンの中寒いのでスウェットを挟んでおります。ただこれ結構着丈が短いんで、こうなんだろう、普通のオーバーサイジングのスウェットとかは僕よく着るんですけど、そういったものだとね結構長すぎちゃったりとかバランスが取れなくて、で今回はちょっと古臭いコーディネートしたいなっていうふうに思ってたので、合わせたのがベルボトムのコーデュロイパンツ、これがアクネなんですけど、ちょっと前にねおばさんたちと一緒に御殿場のアウトレット行った時に購入してきたものなんですけど、かなりこんな感じでベルボトムが広がっているので、今合わせてるのがねレッドウィングのロガーなんですけど、結構ヒールの高さもあったりとか、物質的にもねボリュームがあるものなんですけど、それでも引きずっちゃうくらいのフレア具合になっております。ベルボトムなんて引きずってなんぼだと思ってるので、こんな感じで合わせております。あとはいつも通りキャスケット CPH さんで買ったこんな感じのやつですね。この575っていう形なんですけど、やっぱりね使いやすいですね。あとはかけてるのはカーニーっていうブランドなんですけども、レンズを変えております。もともと入ってたのは結構グレーで濃いめの、カラーだったんですけど、ブラウンのカラーに変えて、なおかつ反射防止みたいのをやってくれたみたいで、なのでこう撮影だったりとか、僕配信とかでもよくメガネかけてるんですけど、ついた時すごく使いやすくなってて、ちょっとだけ色が入ってるんで印象的にもねグッと引き締まるというか、そんな感じになってます。っていう感じで1日目だったんですけど、明日も天気いいみたいなのでどんな格好しようかなと思ったんですけど、なるべくね厚着しないように頑張りたいと思います。じゃあ行ってみましょう。はい、っていう感じで2日目になります。2日目にして縛りをもう破るというね、緊急を犯しておりますが、このコート僕が作ったやつなんですけど、今年発売はしておりません。多分する予定もないので、多分僕のみが楽しむような、そんなダウンの形をしたコートになっております。こんな感じでね、かなり巻き下着になってるんで、僕が175センチなんですけども、すねくらいまで長さがあって、もう歩くとマフィアみたいな感じになってるコートなんですけど、ちょっと寒いから許してください。で中で着てるのも多分この動画が出る頃にはもう発売終わってるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、パブロビンチっていう僕がやってる洋服のストライプシャツになります。で合わせてるパンツがトラディショナルウェザーウェアのウールのスラックスで、ブーツがねサンダースのジョッパーブーツになります。こんな感じだいぶいい味出ちゃってるんですけども、こんな感じですね。最初パリパリだったんですけど、結構ね歩きやすさというか履き状が入ってるので軽いしね、すごく使いやすいし、綺麗系のブーツに見えるので、こういう風なコートスタイルとかとても合わせやすくなっております。で髪型はボサボサです。今日ヘアオイルすらつけてないような状態になっておりますね。はい、っていう感じでね、このコートね、今年発売しないんですけど、なんか結構声はいただいてたんですけど、今年は間に合わないってことで、
勘弁してください。あとはね、3日目4日目とか、なるべく自分の作ったものを使わない縛りをちょっときつく心に決めていきたいと思うんですけど、どうしても朝起きた時のテンションで決まってしまう部分があるので、明日以降は気をつけたいと思います。そんな感じでね、まあ一応モノトーンというか、無彩色でまとめつつ、まあ柄なんかを中に挟んでオープンカラーシャツとかをコートの中で使ったりとかすると少しワイルドさというか、そういったところも出るので、綺麗すぎる方で僕あまり似合わないので、こんな感じで着崩してコートなんかも今年は着ていこうかなというふうに思ってます。はい、では3日目行ってみましょう。っていう感じで3日目になります。3日目がこんな感じなんですけど、今日はバイク乗るんで、まあ、バイクコーデみたいな感じですね。上にエクワックスのじゃあですね、コールドウェザーパーカー着て、これはまあゴアテックス最強なんでね、これ着ておけばとりあえず今の季節くらいだったら大丈夫で、ちょっと心配なのが今日中にね、今こんな感じでね T シャツで着ちゃったんですよ。なんでちょっと倉庫寄ってスウェット取って中に挟もうかなというふうに思ってます。まあ、結構大きいサイズなんでね、下からの風とか怖いんですけども、中にねウィンドガードとかパウダーガードがあるので、まあ、これをね締めてあげれば全然下浮いてても寒くなかったりとか、あとバイクの時にねケツ挟んじゃったりとかするので、まあ、そんな感じで着てますね。で合わせてるデニムに関しましては、バイクの納車時にですね裾が燃え上がったリバイスになります。まあ150周年記念モデルみたいなやつなんですけど、もう結構履いてるんでね、多少のなんだろうね値とか出てきてるんですけど、シワとかまだ一回も洗ってないですね。洗ってはないけど燃えたっていう、そんなデニムになります。であと合わせてるブーツに関してはダナーのね、ずっと履いてるこのフロントジップのタイプのモデルのダナーライトになります。もう色もねちょっと何色っていうの、チャコールみたいになってきましたね。場所によってね使われてる革が違くて、まあスウェードもあったりとか表皮もあったりとか、面白いねブーツになってるんですけども、それぞれねなんかエイジングが変わった方向に向かっていって、なんかすごいぐちゃぐちゃなブーツになってきました。それはそれで愛おしいです。であとはねヘアバンドとかに関してはちょっと自分が作ったものになっちゃうんですけども、まあ、小物は許してください。ヘアバンドモケモケのものと合わせてるサングラスに関してはこれですね、マルジェラとジェントルモンスターのコラボのメガネなんですけど、レンズ変えてて、これはもともとクリアのフラットレンズだったんですけど、まあ、普通にサングラス使いしたかったんで、このクリアレンズに関してはなんでグレーのカラーを入れております。まあなんだろうね、このグラデーションの色と合わせたかったっていうのがあるので、まあ、なんかクリアレンズからグレーにして、まあ、ブラウンとかねブルー系でもいいんですけども、なんかブラックの方がしっくりハマるかなと思ってこんな感じに描いております。だいたいサングラスとかメガネ系はねレンズ変えちゃうことが多いですね。はい、っていう感じで3日目のコーディネートでした。4日目、なんかちょっと天気曇りだったりとかになるかもしれないので、より着込んでいこうかなというふうに思っております。ではどうぞ。という感じで4日目になります。今日はもう逃げのセットアップにしております。で上からご説明すると、これがなんだっけな、福岡に行った時に買ったバケットハット、どこで買ったんだっけこれ、あリアルマッコイ、リアルマッコイで買ったやつと、あとはカーニーのメガネ、ちょっとこれね薄いブルーが入ってるんですけども、レンズ汚な、こちらですね、まあ、薄いブルーを入れております。でデニムのセットアップに関してはゴールド、最近やっぱ東洋系のねブランドに逃げがちなんですけど、やっぱすごく物はいいんでね、こういう風なペンキの加工とちょっとねインディゴもねウォッシュされたようなカラーになってるんですけど、上下で合わせて着用してます。でインナーもまあ合わせて東洋でいいかなと思って、モダクトのスロース T シャツ、バックプリントに怠け物が入ってるんですけど、まあ、今の時期 T シャツ1枚になることそんなにないので、まあ、このねちょっとその後染めした色がもうかなり退色してるので、まあ、その質感というかそういったものがデニムと調子いいかなと思って合わせました。で合わせるブーツがレッドウィングの何周年記念モデルだっけな、忘れちゃったんですけど、ヌバックのブラウンですね。
ね、こちらもうかなり柔らかくなってるん で、あとはヌバックなんで、その傷だったりとか、そのすれのね表情がすごく出るので、まあ、こういう風なペンキ加工のデニムのねセットアップなんかと相性いいかなと思って合わせてみました。はい、っていう感じで今日は結構暖かいので、まあ、このくらいでいけるんですけど、夜多分寒いので、この後ねまた僕は仕事で倉庫に戻るので多分着込んじゃうのかなと思うんですけど、昼間はこんな感じです。はい、っていう感じでね、まあデニムジャケットだったりとか最近めちゃくちゃ買ってるんですけども、そろそろレザーとか、使っていきたいと思います。では5日目、はい、っていう感じで5日目になります。結構天気が悪いんで室内からお送りしてるんですけども、まあこんな感じですね。まあ、室内言ってもそんなに寒くないんで、まあ、ジャケットに中に七分袖の T シャツ着てくらいで過ごしております。でこれに関しては古着屋さんで購入したラルフローレンのスウェードのジャケット、結構もうスウェードのやれ感というか、もう色もね結構ドス黒くなってきてるんですけど、かなり柔らかいです。もうこれすごくお気に入り。袖のリブと裾のリブがまだねしっかりと生きているので、シルエット的にもダボっとなってもこうなんだろう、閉まるとこ閉まってくれるのでかなり好きです。で中に着てるのは自分で作ったものをあんまり着ないようにしてるって言ってるんですが、まあインナーなんで許してください。結構昔に作ったパブロの七分丈もね結構着てるんで、裾がくるっとしてきて、それもそれでね狙い通りの感じがしてすごく好きな感じになってます。でパンツはねこれ実はギャップになります。こんな感じでスミクロというかウォッシュのねブラックになってるんですけども、ほんと形も綺麗だし生地もね厚めで個人的には大好きです。それをねちょっとこう腰履きにならないように履いて合わせてるのがセミドレスになりますね。ホワイトのブーツなんですけども、まあ、綺麗めのねブーツということで、こういったブラックパンツに合わせてあげることが多いんですけども、やっぱりまあソールのゴツさだったりとか、ある程度のね革のね堅牢さだったりとか、見た目で伝わる部分がすごくあるんですけども、まあ、こういう風に綺麗めにね落とし込んであげても全然ありだと思います。まあ、それをね、まあ、このスウェードのジャケットでぶっ壊して、まあ、なんかちょっとクラシックな感じに持ってってるっていうような感じです。あとは髪型がねサボさんなので、今日はヘアバンドに頼っております。はい、そんな5日目でした。あとはね明日明後日ちょっと着たいもの、新しく買ったねベトジャンだったりとかがあるので、そういったものを着ていければというふうに思います。では行ってみましょう。はい、っていう感じで6日目になります。今日も秋晴れで、最近天気いいっすね。まあ、この前雨だったんですけど、それ以外ほとんど晴れでね、すごく過ごしやすい日々です。でなおかつねそこまで風がないんで全然寒くないんで、まあ、今日はこんな感じで予言通りゴールドのベトジャン中綿入りバージョンを着ております。お前ベトジャンどんだけ買うねんってとこなんですけど、これはなんか所持しておきたかった、そんな一着です。でアイウェアはねカーニーのディアリーだっけな、それのレンズ変えたやつですね。これね反射防止でブラウンが入ってるんですけど、すごくね撮影しやすい、そんなやつです。でインナーはこの前と一緒、パブロのインナー、僕4枚持ってるんで、無限です。であとパンツに関してはねちょっとラフな感じにしたかったんで、このナイジェルケーボンのスウェット、これすごくね厚手になっていて、確か 20.5 オンスくらいあるんですよ。まあ、それを合わせて足元はアイリスセッターの新宿フラックス店が前にできた時に記念で出たやつですね。これもったいなくてあんま履けてないんですよね。なんかペンキとか落ちてくるんで、これクラックして、なんでまあちょこちょこ履いて、まだこんな感じでソールもねめっちゃ残ってて綺麗に履いております。まあ、そんな感じですね。本当はこういう風なベトジャンなんで、ちょっとこうデニムとかそういったもので合わせたいなっていう風に思ったんですけども、まあなんかスウェットでね気楽にしたいっていうのと、これが結構厚手になってるんで、夜とか寒くなってきてもねこう中綿なんで前閉めちゃって、であとはスウェットに関しても厚手でっていう感じで防寒対策もできるので、今日はねずっと外にいる予定なので、こんな感じで過ごしております。はい、っていう感じで、ラストはねちょっとミリタリーで使いたい秋ジャケット、真冬にはちょっと難しいような、まあシャトーくらいだったらいけるかなってものにスウェット合わせてコーディネートしたいと思っておりますので、よかったらでは行ってみましょう。
ていう感じで1週間後でラストになります。今日はね曇ってるんで結構寒いっす。なんで、こちらのねオーストリア軍のパラトルーパージャケットだっけな、これを着用して、で中にね結構大きめのスウェット、ダメージスウェットを着用してます。結構でかいサイズなんですけども、このパラトルーパーもね袖のところのタブちっちゃい方で締めてるんですけど、結構アームの太さとか元からありますので、まあ、なんかねこう中にデカめのもの着込んで、でもちろん前開けて着用してもいいんですけども、一気にジップ上げればスタンドカラーがねバシッとこう顎元まで来るので、まあ、結構あったかく着用できます。なんでまあ前開けるとこんな感じでね襟がベロンってなるので、そういったところもね結構お気に入りのポイントなんですけど、去年からねよく着用しております。もう生地もね少し毛羽立ちというか、そういったところがね光沢感出ててすごくいい雰囲気になってます。で合わせるパンツはね昨日に引き続きナイジェル・ケイボのレイルマンデニムっていうものを着用しております。これもまあぼちぼち履いてるんでね、結構色落ちというかなんか馴染みが出てきてるような感じです。これをね2ロールアップして合わせてるブーツが、こちらローリングダブトリオのキャスパーになります。これね単体動画にしようと思ってるんですけど、ちょっと僕の壮大な企画がありますので、それの時にね細かくお伝えできればというふうに思います。じゃあ髪の毛ボサボサなんですけど もう今日はね、朝全然時間なかったんでこんな感じでオイルだけでやってるんですけど、本当は帽子かぶろうと思ったんですが、最近さすがに帽子に頼りすぎだなというふうに思うので、まあ髪伸ばしてるっていうのもあるので、せっかくね、パーマなんかもかかってるので、ちょっとヘアセットなんかも頑張っていきたいと今後は思っております。はい、そんなラストでした。はい、っていう感じで1週間コーデいかがでしたでしょうか。一応初冬っていう感じでね、冬の頭の方のコーディネートっていう感じでやってるんですけども、まあ日中と夜のね気温が違いすぎるっていうのがあって、もう夜なんか本当ダウンジャケット着てもいいんじゃないかって思う時なんかもあってね、僕は自分で作ったボアジャケットとかオイルチノとかよく着用してたんですけども、まあ、日中はね割とこうシャツ1枚とかカーディガン1枚でもなんとかなるなっていう、日差しの強い日なんかもありますので、まあ、なんか風邪だったりとかね体調に気をつけないとなっていうふうに思いますので、皆さんもご注意くださいっていう感じで、次はね真冬の1週間コーデになってくると思うんですけど、ほぼダウンです。ほぼほぼダウンとか中綿バツン履いたジャケットとかヘビーアウターになってくると思うんですけど、また12月とか1月とか、本当に寒くなってきたタイミングでやれればなっていうふうに思いますので、よかったらそちらもねお待ちいただければというふうに思います。っていう感じで今回の動画は良かった、参考になったとありました、高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。